アメリカヨタカアカとの間で、いくつかの族を移動させる説が唱えられたこともあるが、ここではナイトホークスについて述べる。両米に生息する。夜行性で、飛行中の昆虫を捕食する。ヨタカアカに対し、4つの形質、行動で特徴を付けられる。これらの特徴は、複数の系統で別個に獲得された。つまり、アメリカヨタカアカは多系統である。ただし、くちばしの剛毛は、 原始的なヨタカカであるヒゲナシヨタカ族、ユーロストッペダス、ミミヨタカ族臨行ニーズにもない。これは、これらの族が分岐した後に、ヨタカカが合毛を獲得したためと考えられる。また、アメリカヨタカアカの中でもシロハラヨタカは、合毛があるが、これは二次的に再獲得したと考えられる。族分類は、半々へ通るにより、系統的に再編された族による、 種分類は国際調理医学会議によるありがとうございます。